E.J. ロー・エドワード・ジョセフ・ローは、イギリスの植物学者、気象学者、天文学者である。植物学の分野では、シダ類についての著書で知られ、天文、気象学の分野では、流星や太陽黒点、王道光の研究や、1860年には、スペインで、日食中の気候の観察などの研究を行った。 ノッティンガムのユニバーシティパークのノッティンガム大学副学長の校庭として使われていたハイフィールドハウスにアルフレッド・ジェーローの息子に生まれた。15歳から気象の観測をはじめ21歳の時最初の科学論文エートリーテソーガトモスフェリックフェノミナを発表した。イギリス気象学会の創立メンバーであり、王立協会、ロンドンディンネ協会のフェローにも選ばれた。 主張のファーンズ、ブリティッシュエキゾチックは1856年に出版された。E.J. ローは植物の学名で命名者を示す場合に、エドワード・ジョセフ・ローを示すのに使われる。エドワード・ヨゼフ・ロー。マンスリー・ノーティス・オブ・ザ・ロイヤル・アストロノミカル・ソサイティ61-185-186ビブコド1901になす。 6 1 r 5, 1 8 5 h t t p a r t i c l e s a d s a b s h a r v a r d e d u u シ l 1 9 0 1 m n r s 6 1 r 1 8 5 2 0 1 5年11月2日、閲覧。コックス、マデリン、エドワード・ジェローザ・ノッティンガム・アブザーバトリス。ザ・アンティック・ウェリア・アストロナマー1。 60ビブコード2004アントス1 6c http コロンスラッシュスラッシュアーティクルズ .adsabs.harvard.edu スラッシル2004 a n t a s 1 6c 2015年11月2日閲覧ビストンゼンナウバイロバートマロワーズ1916ありがとうございます